鈴の音チャンネル。こんにちは、鈴です。今日はここはネパールのタメル地区です。今朝ね、エベレスト街道が続いているルクラっていう場所からフライトがビューンと飛んで、ラメチャップっていう町まで、あの村まで、飛んで、でそこから飛行機車で、だいたいね5時間半ぐらいかかっちゃったかな。渋滞してたので、あの工事渋滞してました。でそのカトマンズっていうネパールの首都のタメル地区っていう、まあ、観光地みたいな場所があって、でそこに今やってきて、でホテルにチェックインしました。でここのホテルはネパールアンバサダーガーデンホテルっていう場所です。で値段はね割と、まあ、ネパールの宿にしてはちょっとだけ高いあの料金かな。1泊5000円ぐらいです。でまあ、とりあえずここで2泊します。で、まあ、ちょっとねルームツアーというか、私がちょっと散らかしてはしまったんだけど、どんな感じのお部屋なのかちょっと紹介しようかなと思います。はい、これが、まあ、扉ですね。ネパールの鍵ってなんか結構こういうなんかこういう扉の鍵が多いんですよね。なんかこれカチャカチャっていうのじゃなくて、こういう感じのがまあ割かし多いです。でまあ本当に、まあ、ちょっと私が汚しちゃってるっていうのもあるけど、本当に綺麗、本当に綺麗です。これで5000円ってまあいい方ですね。でこれウェルカムドリンクで、あのなんかマンゴージュースがあったりとか、あとホットドリンクもまあ置いてあって、好きなの飲んでいいよっていう感じになってます。まあ、ベッド本当に広いです。めちゃくちゃ広い。でこっちにこの洗面がついてて、で、まあ、鏡もあるし、こっちにも鏡あるし、でまあお風呂もまあ、ちゃんとシャワーあるし、多分ホットシャワーもちゃんと出てくれます。で、まあ、トイレもね普通にまあ綺麗な感じですね。髪も置いといてくれてるし、まあシャンプーとリンスコンディショナーって書いてある瓶が置いてあります。でアメニティとしてはヘアキャップと歯ブラシと、まあ、あとソープコットンなんかが置いてあります。本当に本当にめちゃくちゃ綺麗ですね。まあ、私ね山にいる時全然洗濯しなかったので、ちょっと入ってすぐ洗濯とかしちゃってるからちょっと散らかってるんですけど私が入る前は本当に綺麗な部屋でした。でホテル着いて、でなんかやっと一人の時間ができた、やったみたいなリラックスタイムだ、イエーイと思って、でまずちょっと意外かもしれないんだけど、サーティワンがね目に入ってアイス食べたいなと思って、ジョンクさんにサーティワンのアーモンドチョコをねちょっとスモールカップで食べてしまいましたでその後ねちょっと問題があったんだけど、私ね手持ちのお金っていうのが実はすごい少なくなっちゃってて、で ATM でまあ下ろせるんだけど、なぜか途中から下ろせなくなって、あれやばいかもって思ってたのね。でそれでちょっといろんな ATM を巡って4件目で、まあ、お金を下ろすことができました。これなんでだかわかんないけど、多分ビザとかマスターとかそういう会社の都合なのかな、わかんないけど、下ろせるところと下ろせないところがあって、まあ、お金下ろせたからよかったなっていう感じです。で一応私日本円と
US ドルも念のため持ってきているので、まあ、ATM でお金を下ろせなかったとしても、まあ、路頭に迷うっていうことはなかったんですけど、ね、やっぱちょっとネパールルピーやった方が便利なので、ちょっとドキッとしました。で、気持ちが焦ってしまって、その、まあ、ATM でだいたいこれが1枚1000ルピーですね。1000ルピー10枚ですかね。1万ルピーを下ろしたんですけど、これが、まあ、降りないと思ったので、私は US ドルを300ドル分ネパールルピーに変えてしまったんですよ。でドーンっていう、これを渡されました。これ300ルピー、300ドルに思えない量でしょ。すごいよね。その両替所に行くと必ず500ルピーの札束で渡されます。で、最初ネパールに到着して、空港でエクスチェンジ両替した時に、私それを知らなかったから、6万ルピー分日本円をこうチェンジしたんですけど、変えたんですけど、したらこの量、このに大体2倍の札束をね、どんどんって渡されて、まあビビったよね。人生でさ、このさ、札束をさ、どんどんって渡されることってないじゃん。だから、どこに入れようみたいな、入れる場所ないんだけどみたいな感じで、まあ、ちょっと焦ったんですけど、多分ね、この1000ルピーっていう単位より500ルピーの方がポピュラー使われているから、なんかこの札束で渡されるのかなっていう風に思うんだけど、最初やっぱドキッとしてびっくりして、どこに隠そうって落とさないかなとかってね。でも治安はいいので、取られちゃうってことはね、そんなにのんきにしてない限りはないと思うんですけど、まあ、やっぱちょっと怖いよね、こんなに量を渡されると。まあそんな感じで両替をして、でその後日本レストラン、日本食レストランに行って、あ、米だ、味噌だ、ビールだっていう感じで一人でパーティーをしてしまいました。で、やっぱね、和食っていいよね。あー、リラックスできてよかったなんて思って、本当によかった、戻ってこれたっていう感じかな。ちょっと大変だったな今回。でもできたら一人で行きたかったな。ガイドさんとかお願いしちゃったけど、なんか最後の方ガイドさんが鬱陶しく感じすぎちゃって、私は一人で歩きたかったなって思いが強くなりすぎて、で今日ガイドさんとバイバイってした時に、はやっと一人になれた、やったみたいな感じに思っちゃいました。まあやっぱりね、ただ長時間歩くってだけじゃなくて、かなり高所、標高が上がってくると心臓とかもう体のあっちこっちにね、影響が出てくるので、かなりハードです。思ってた以上にハードでした。ではでは、皆さん応援していただき本当に本当にありがとうございます。無事にね帰ってこれたのでよかったです。で、そうね、動画編集できたらアップしようかななんて思ってるんですけど、果たして本当にね、本当に辛かったので、本当に死ぬかなって思うぐらい辛かったので、撮れてるかどうか微妙だなっていうところがあります。なんか意識があるようなないようなみたいな状態の時もあったので、動画あんまり回せてなかったなっていう感じでもあるし、バッテリーなくなっちゃったりもしたので、まあそんな感じだったよっていうのが、とりあえず伝わってもらえたらいいかなというふうに思います。ではでは、ご視聴いただき本当にありがとうございます。少しでもいいなと思った方はグッドボタンとチャンネル登録ぜひぜひよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。じゃあねー。